ジョン・ファブロー、ジョン・ファブローはアメリカ合衆国大。彼はホワイトハウスの歴史上ジミー・カーター大統領のスピーチライターであったジェームズ・ファローズに次いで2番目に若い。ファブローは2003年にホーリー・クロス大学を卒業生総大として卒業した後にジョン・ケリー上院議員の2004年大統領選キャンペーンに加わった。オバマのコミュニケーション補佐官でかつて ケリーの選挙キャンペーンで働いていたこともあるロバート、キブズは、優れたライターであるとして、彼の元同僚であるファブローをオバマに推薦した。ファブローは2005年、オバマの演説原稿の誤りを指摘したことが縁で、オバマの上院議員事務所で働き始め、2007年、和社とライターとしてのオバマの著名な能力のため、ファブローは自身のポジションを、テッド・ウィリアムズのバッティングコーチに例えた。 つまり、オバマのように才能に満ち溢れた者に、アドバイスできることは、さほど多くないという意味である。オバマの相談役のデビッド・アクセルロットは、ファブローを表して、バラクは彼を信頼している。そして、バラクはあまり多くの人たちに彼自身の言葉に対する権限を委ねる考えはない。と述べた。ファブローは、優れた原稿を書くために、オバマになりきるよう心がけるという。 そのために、オバマの振る舞いを研究し、オバマの自伝を常に持ち歩いているという。ファブローと、同姓同盟の俳優、ディレクターのジョン・ファブローという人物がいるが、彼とは全く関係がない。2008年12月5日、ヒラリー・クリントンのボール紙正当信頼ボードの胸を、わしづかみにするという際どいジェスチャーを行っている。ファブローの写真が、SNS フェイスブックに掲載されたために物議を、 かもした。後日彼はクリントンに謝罪した。一方クリントン側のスポークスマンは、かつてのライバル陣営からのユーモアに満ちた一例として、写真に言及した。大統領就任演説は、オバマとファブローの共同執筆によるものである。ファブローは、オバマとの数回の打ち合わせの後、ノートパソコンにメモを取り、歴代大統領の就任演説を研究した。そして、 スターバックスに通い詰め、その店内で草案を書き上げた。ありがとうございます。